おはようございます。ジャン君、ポンちゃん、日を浴びて気持ちよさそうですね。クロケンパパはお散歩も行ったし、帰ってきてこれから、ズーム会議です。そしてマオイママさんは9時過ぎの電車で、実家の方に、骨折したお母さんの、まあ、世話ですねを、今日は夕方ぐらいまでやるんじゃないかな、もうちょっとかなということで、いろいろバタバタしていますが、10時からズーム会議で11時になったらご飯を食べるので ご飯食べる間がちょっとなかったです。今ちょっと食べれば食べられるかなと思うんだけど、ズーム会議をちゃんとやらないといけないのでね、準備をこれからします。君たちは寝てていいです。ゆっくりしててください。